はいどうもゆうきです。聖書をなぞるパワプロくんポケット12、実況プレイ続きやっていきましょう。今回からうろつきができるようになったので、先輩の情報を集めつつ、家賃も払わなきゃいけないからバイトもしつつっていう、なかなか忙しいことになります。で、うろつき場所が現実世界と電脳世界の2種類があるんですよね。で、現実世界だったらこうやってミルキー通りもある。電脳世界だったらいろんなエリアに行けるよってなってます。まあ結構幅が広くっていいですよね。じゃあまずミルキー通り。さて、この辺りで最大の商業地ミルキー通りにやってきたぞ。エイトの頃から出てますね。ここの表通りには家電量販店や大型書店、食品スーパーマーケットなどがある。向こうのファッション通りにはブティックや落ち着いた喫茶店がある。それとカイダくんがよく利用していたマニアショップが向こうにあるな。これだけ広いと何を探したらいいのかわからないな。あてもなくラッキー回ってみるか。そしていらっしゃい、磯田さん。ここがマニアショップか。すごい商品の数だな。あ、そうだ、ここにカイダくんはよく来ていましたか。メガネをかけたおかっぱの。ん、ああ、常連だよ。最近は見てないけどな。じゃあ、ビデオテープとか預かってませんか？テープだって？さあ、確かレンタルケースは利用してたけど、ビデオテープなんてあったかな？レンタルケース？ああ、一種の委託販売だよ。ほら、そっちの壁にあるだろ。あの透明の箱ですか？秋葉原によくありますね。ああ、レンタル料金を払って中にいらなくなったグッズを並べとくんだ。中身を見て欲しいやつがあれば、俺に金を払うシステムさ。階段の箱なら、ほら、あそこだ。見たところテープも資料もない。まあ、いくら階段くんでも、あれを売るはずがないか。いや、カイダくんだとわかんないけどね。カイダくんだとわかんねえけどな。ゆきさんは津波ネットの野球ゲームはまだやったことがないんですよね。ああ、そうなんだ。じゃあちょっとだけ説明してあげますね。で、これで振るだけの説明がありますよっていう。今回からあるのが振るだけです。だから僕は一応これのロックオンで、まあいつも通り行きたいと思います。OK。そしてカオルさんとも仲良くなっていっていると。でもう一回ミルキー通り。さて、どこに行こうかな。そしたら、とりあえず表通り見てみましょう。すいません。呪いのゲームについて何かご存知ありませんか？あ、いやし。おい、邪魔だぞ。いや、ごめん。あ、すいません。呪いの、美人。何ボケと突っ立ってるの？すいません。ここは人が多いけど、その分大変だな。うわぁ、もういいこと一個もなかった。で、この信用度っていうメーターもね、高めに保っておかないとやばいんですよね。結構やることが多いです、本当に。じゃあネットの方来てみましょう。ここはセントラルシティ。津波ネットの中心地だな。ここだとアバターの姿しか見せてないし、呪いのゲームについて尋ねても違和感がないから楽だな。まあ、現実であんだけボロボロにされたからね。よし、片っ端から聞き込みだ。そして、甘かった。単純に無視されるのがこんなに答えるとは。そりゃあまあそうでしょうね。カオル、こっそり見てましたけどね。いきなり見ず知らずの人に近寄って呪いのゲームのことを聞くなんて完全に危ない人ですよ。間違いね。だからゲームを一緒にやってさりげなく聞けばいいんですよ。ね？だからここに来てる人って遊びに来てるわけでしょ。知り合いになれば口も軽くなりますよ。あ、なるほど、そうか。効率は悪いけどゲームをやりまくればいいんだな。ところでカオルは呪いのゲームって聞いたことない？ありませんね。どこでプレイできるんですそれ？まあそうだろうな、まあ、それないでしょうね。ただアドバイスは的確です。遊びながら仲良くなって情報を聞けようと。で、練習もできるんだけどね。これ練習、現実で練習してなんでネットの世界で強くなんだかよくわかんないですけどね。じゃあ交通量調査、お金も稼いとかないとやばいので、もう一回やろうか。交通量もう一回いけるか。あ、誰から電話？はい、こっちに帰ってきなさい。そして、はぁ、どうしたんだね、ため息をついて。いや、実家の母から帰ってこいって電話があったんですよ。まあ、そりゃそうだろうね。無職でブラブラしてたら心配にもなる。そういうこと言うな、お前。でも帰りたくないんですよね。ならこっちでちゃんとやってるって、お母さんに言えるような生活をすればいいんじゃないか。え？自信のなさっていうのは話せばバレてしまうものなんだよ。頑張っていればお母さんも分かってくれるさ。確かに。信用度がゼロになると連れ戻されてゲームオーバー。まずはアルバイトでもいいからしっかり働くことだね。くじけそうだ。もう故郷に帰ろうかな。心がゼロになっても帰ってゲームオーバー。どっちみちゲームオーバーってね。家賃が払えなくなる前に帰った方がいいかもな。お前、家賃ちょっとぐらい許してくれよ。もう一回セントラルシティ。すんません。呪いのゲームについてなんか知ってる人いませんか？呪いの。みんな知り合いとの会話で夢中だよ。悲しいよ。心が折れていくよ、どんどんと。ちょっとじゃあもう一回ミルキー通りで。お！あんた、呪いのゲームのことを聞き回っている人だな。このゲームのキャラ、顔長くね、みんな。ええ、ひょっとして俺のこと有名になってきてるのか？今時通行人に取材なんて珍しいよな。ネットで調べればいいのに。やってはみたんだけど、なかなかそれらしいのが見つからなくて。いやいや、そうじゃなくて、オカルト専門のページを探してそこに連絡してみるんだよ。オカルト専門のページ？ああ、ホームページ。趣味でそういう情報を集めてる人が探せば結構いると思うよ。そういう人ならそういう怪しい話題に詳しいから。なるほど。そして、
変だな。確かにオカルト専門のページはたくさん見つかったけど、なんだかここ3ヶ月の間にどんどん閉鎖されていってるな。あ、この不思議現象事物最強研究所、長い言いにくい、不思議現象事物最強研究所、事柄じゃないな、事物か。じゃあってページの千脇って人は最近ページを更新してるぞ。もう住所もこの近所の工業団地のあたりじゃないか。よし、今度行ってみよう。じゃあこれはちょっと工業団地行かないとですね。あれ、実家から何か送ってきたぞ。あ、俺の好きな食べ物はこういうの嬉しいですよね。ママンの優しさを感じるぜ。の前にミルキー通りの1階ファッション通り。いや、なんだ、いい情報ないんかい。じゃあもう工業行くか。野球ゲームやってみて、さりげなく呪いのゲームの話を聞いてみたらどうだろう。よし、おい、一緒に野球をしないか。あら、積極的ね。なんだなんだ、よし、俺も入れてくれ。俺もなんだ、あっさり仲間が集まったな。あれ、ごめん、フレから呼ばれちゃって。あ、俺も今メール来たから。俺も俺もしか言わねえな、あいつ。あれ、みんないなくなっちゃったぞ。すごい偶然もあるもんだな。おいおい、ちょっと君。はい、何ですか。偶然のわけないだろ、君は避けられたんだよ。え、ちょっとステータス見せてくれ。あー、やっぱり野球選手としての能力が全く上がってないじゃないか。あー、そういえば海田くんも練習しなきゃいけないとか言ってたな。練習したら能力上げられますよと。能力の低い俺とチームを組むと試合で不利だからかな。いや、そうじゃなくて、ほとんど初期値じゃないか。やる気のない冷やかしだと思われたんだろうな。試合中に突然回線を切るような、ギク。そうなのか、この間切ったな、こいつ。じゃあ選手としての能力を上げないと仲間が揃わないから試合できないな。このゲームのことよく知らないのか。いいか、この場所での野球は人間のメンバーが足りない場合、自動で CPU 操作の選手が補充されるんだよ。え、そうなの。だからプレイヤーが1人でも残りの選手が NPC になって試合はできる。ありがとう、親切に教えてくれなかったら途方に暮れてたところだよ。優しいですね、この人。絶対現実でもいい人なんでしょうね。気にしなくていいよ、さっきいなくなった連中も悪いやつじゃないんだ。マナーの悪いプレイヤーから何回かひどい目に遭うとああいう行動を取りがちなんだ。まあ、しょうがない気がするね、それは。俺の名前は勇気だ。選手としての能力を鍛えたら次は一緒に遊んでくれ。よろしく、俺はサイデンだ。ところで忠告だが、あんたのプロフィールは恥ずかしすぎるから変更しておいた方がいいぞ。プロフィール？何のことだ。自己紹介の文章だよ。アバターの開示コマンドで変更できる。事情が見えてきたぞ。パソコンが苦手で。すげえネット慣れしてんな。誰かにアバターの設定とかしてもらったんだろう。ああ、そうだけど。そいつのいたずらだな。あんたはネットゲーム界の頂点を目指す勇者様ってことになってるぞ。なんだって？海田くんめ。どうも君は初心者みたいだから、またわからないことがあったらいつでも聞いてくれ。じゃあな。優しい。きっとね、現実でもとっても優しいお兄さんなんでしょうね。親切な人がいてくれて助かったな。あ、画面に何か表示が出てるぞ。知り合い登録？あ、これで相手もネットにいれば連絡が取れるようになったのか。便利だな。ありがたいですね。大神！津波本社。大神博之、日本支社長。なんだこの一撃計画というのは。お読みになられましたか？あ、信じられない内容だな。我がグループの全力をもって人類と戦争するだと。この計画を発動した場合の人的被害は5000万人超。前会長は一体何を考えていたんだ。お言葉ですが、それは人類の被害を最小にする計画です。やらんぞ。僕はやらない。こんな計画をする必要はない。しかし、津波とは本来、この計画のために作られた組織です。津波のごとく世界を覆う災害でも、人間の力を合わせれば必ず克服できるはずという願いを込めて。現在の津波の影響力を駆使すれば、人類の危機など乗り切れる。ともかく、この計画を前提にするなら、グループ会長の地位はお断りだ。そして、困りましたね。大神社長こそ津波グループのトップにふさわしい方と思うのですが、時間が経てば経つほど勝手に津波は強大になってしまう。その結果、計画を発動した時の人類の被害も増大してしまうのだがな。で、私はいつになったら大神社長に紹介していただけるの？もう少し時間をかける必要があります。あなたのような存在がいることを知れば、普通の人間はパニックに陥りますからね。でも大神社長は津波の表の顔しか知らないのでしょう。そんな人よりも私の方が会長にふさわしいと思いますけど。お、会長をやりたいタイプ。控えなさい、リベス。こういうやつがいるとね、一人いるとめんどくさいんすよね。ご数量調査。こう、これ毎週1枚引かれるの地味に怖いんだよな。お金足んなくなりそうでさ。じゃあ工業団地行ってみよう。ここがネットで調べた住所な。はーい。もしもし、千脇さんですね。言っとくけど、新聞なら取らないからな。宗教にも興味ないぞ。いや、不思議な話の専門家ってお聞きしたので、少しお話。顔がなんか縦に潰れてない？そういうことならすぐに上がってくれたまえ。
そして、呪いのゲームね、都市伝説としては非常に一般的なこと、事例に分類されるよな。勝てば願い事が何でも叶うなんていうのもありがちなルールすぎるよね。あの野球のゲームなんですけど、それは大きなヒントだね。僕のデータベースによると、津波ネットワークに潜む人食い野球ゲームの恐怖。ああ、これか。どうして B 級映画みたいなタイトルがついてるんだ。パターンとしては、まず犠牲者のところに野球ゲームのインストールプログラムが送られてくる。こいつを回答して起動すると、ゲームプログラムがネットからパソコンにダウンロードされる。そのゲームをプレイして負けてしまうと犠牲者は消える。それです。そのゲームが存在する証拠はあるんでしょうか。このゲームは起動しないと安全なようだね。IC インストールプログラムが送られてきたって報告ならいくつもあるし、データも残ってる。でもそれが報告してきた人のとこにいたずらで送られてきたメールって可能性もあるからね。あれ？ゲームのプログラムがどこから送られてくるなら、そこを調べれば何かわかるんじゃないですか。それが不思議なことに、ありえないところからの送信らしい。残されたインストールプログラムが全ていたずらって可能性もあるし、だいたい犠牲者は消えちゃうんだから、そもそも矛盾してる話だよね。まあ確かに犠牲者が消えちゃうならなんで残ってんのか、こういう話があってことではありますよね。いや、矛盾してないぞ。何？俺みたいに消えた人のそばに目撃者がいたのかもしれない。確かに。このゲームに勝って望みが叶ったって話もあるけど、あるんかい。それ以上にインストールしてみたらウイルスプログラムだったって報告も多い。まあ出どころのわからないプログラムは自分のパソコンに落とすなという教訓のために作られた話じゃないかな。ですね、もしもそのゲームで消えた人がいたらどうすれば戻ってこれるんでしょう。こういう類の呪いの解決方法は大抵決まってるんだ。このゲームに勝てばいいんだ。やっぱりそうなのか。OK、これで信用度が30以上あればなんとかなります。しかし、どうしてわざわざ僕に？野球と呪いのゲームをキーワードにしてネットで検索すればすぐ見つかるだろ？そんな、検索しても全然見つからなかったんですよ。おかしいな、このゲームの話ならかなり前にあちこちのサイトで見たよ。ところでさ、実はさ、すごいネタがあるんだよ。今年のバレンタインの時、台風でアメリカの艦隊が全滅したっていう事件があっただろ。軍艦が陸の上に打ち上げられたって事故ですよね。テレビのニュースでも見たけど、空母ってあんなに大きな船だったんですね。あれ、台風が原因じゃないぜ。多分こいつのせいだ。写真？あまり写りが良くないけど、人影が飛んでいるようにも見えますね。あの事故の時に撮影された写真なんだ。海外にいる知り合いからもらったんだけど、ユーマじゃないかな。いや、重いものを持ち上げられて空飛べる人、知ってますよね、皆さんも。いるじゃないですか。軍艦が飛ばされるぐらいの強烈な台風だったんでしょ？飛ばされた人じゃないんですか？これを写したやつは、こいつが自由に飛び回ってたって言ってるな。ほら、いるよ。それにあの事故はおかしいんだよ。飛ばされたのは軍艦だけで、漁船とかは全部無事だったらしいし。あまり興味ないな。これから興味持つようになっから、お前。じゃあそろそろ帰ります。そうか、呪いのゲームのことは俺ももっと詳しいことを知りたいんだ。何か分かったら教えてくれ。こっちでも情報集めておくから。はーい、よろしく頼みます。さて、今日の出来事をブログに書いて、次はこの写真をネットに上げないとな。題名は怪奇、台風の中に謎のフライングマンを見た。もうちょっと刺激的なのがいいよな。ん？何の音？あれ？パソコンが勝手に起動して画面に何か変なものが映ってるぞ。出ました。キモいキモいキモい。おいおい、新手のウイルスか？え？食われた。こうしてネットから攻撃を受けてるんですね。多分軍艦の事件の件を記事に書かれるとまずいと思って彼を消しにかかったんでしょう。怖いですね、ネット。ネット怖いですからね、皆さん使い方気をつけてくださいね。でもこれで信用度さえ落とさなければなんとかなるので、割と現実で好きな動きができるようになりました。一応ね、一通りのとこ行ってみましょう。ここは港だ。船の荷物を置いておくための倉庫や観光船の待合場所、汚いビルが並んでいるな。怪しい男、あれは大学生かな。そういえばこの辺りは安いアパートも多いんだったな。大学への交通の便が良くないから俺は選ばなかったけど。お、潮の香りだ。お、潮の香りだで終わるな。あれ、何の話だ、声だろう。うわ、あの刑事だ。ええ、ああそうだ、集金に行った時、海田さんと喧嘩して追い出したとか確かそう言ってましたから。嘘つけー、俺そんなこと言ってないよ。お話ありがとうございます。いえいえ、警察に協力するのは善良な市民の義務ですから。忙しい忙しい。露骨に叫んだこら。俺このままだと逮捕されちゃうんじゃないか。これ逮捕されて終わりっていうのもあるんすよ、マジで。このゲーム、そのために信用度高めに保っておかないと逮捕されちゃうからやばいよっていうお話です。じゃ、このスーパー、
ここはジャッジメントスーパーだ。日本で最もメジャーな総合スーパーだな。そういえば去年親会社が大神って会社と合併して津波グループになったんだったな。そのうちに津波スーパーって名前になるのかな。ここにいる人は多いけど呪いのゲームについて話を聞ける雰囲気じゃないな。まあスーパーですからね。買い物来てるお客さんだからね。買い物来てる客にお客さんが呪いのゲーム知りませんかって言ったら店側から怒られるわ普通に。もうちょっと体力余裕がある時にバイトしておきたいんですよね。信用度があればもうとりあえずゲームオーバーはないので、なるべくここでバイトをしておいてお金を貯めておいて体力なくなったらうろつきましょう。じゃあ現実世界アパート、海田くんがいなくなってこのアパートもガランとしちゃったな。もともとは別のアパートを借りていたんだけど、同じ野球部だったから少しでもお金を浮かそうと思ってこのルームシェア形式のアパートにしたんだよな。ルームシェアって俺できる気しないんだよな。うわあ、部屋の掃除でもしよう。なんか知らない人と一緒に住むっていうのは僕多分なかなか難しい。皆さんできます？あ、このゲームで、あ、毎回あるやつね。はい、能力を上げろと。これこのゲームにこのゲームに関しては爆発は起きませんからね。パワプロくんポケットシリーズでは毎回ゲームの操作方法を最後は爆発する夢落ちで説明しています。今回はゲーム中の出来事なので特に違和感なく説明できてしまうため夢落ちはありません。残念ですね。毎回あの夢落ち楽しみにしていた人もいたと思うのにね。はい、これ10回目。10回やらないとレントのイベントが起きないんでね。あれ、実家から何か送ってきたぞ。お金だ。うわ、3万。うわ、でかっ。でも信用度下がった。ちょっと信用度上げておきたいんだけど今。公園、ここは俺のアパートのそばにある公園だ。小さな子供を連れた母親が何組かいるけど全体的にガランとしてるな。これじゃあ呪いのゲームの話を聞こうにも適当な相手がいないな。で、このゲームね、小さな子供を連れている母親を攻略できたりします。彼女候補として結構このゲームの彼女候補もひどいよね。半分ぐらいいいけど半分ぐらいはちょっとやばいです。ちょっとベンチで昼寝でもするか。お、だいぶ体力が。お、交通量調査してますね。ナイス、すぐ起きてくれた。このイベント、交通量調査もだいぶ慣れてきたぞ。かわいい。こっちかな。あれ、あの女の子何か落としたぞ。これ拾いましょう。財布じゃないか。これは本人に渡してあげ、警察に届ける。えらい、ちゃんと警察に届けるのはえらい。本人に渡したかったけどね。一回は試合しておこう。ほーい、チーム名、そうですね、電脳世界だから電脳図なんてどうですか。なるほど、じゃあ電脳ずっと。え、今のは冗談だったのに。あ、コメントを書いておいた方がいいですよ。コメント、チームの自己紹介ですよ。強すぎるチームと試合しても楽しくないでしょ。それもそうだな。初心者なのでお手柔らかにと。おい、お前が電脳図のキャプテンの勇気か。ああ、もう相手が来た。しかもなんか大勢いるぞ。俺はチームジコーンズのアドミラルだ。さあ、さっさと試合するぞ。ゴーイン。じゃあ、あれ全部プレイヤーなのか。羨ましい。プレイボール。あ、やってみましょう。何ごちゃごちゃ言ってるんだ。さっさと始めるぞ。ノロマ、ノロマ、初回でコールド負け、弱。本当に始めたばかりのやつだったか。だがこれじゃ弱すぎてろくなポイントにならないな。ポイント、もちろんハッピースタジアムの出場権のポイントだよ。プレイヤーが本当に一人しかいないあんたのチームには無関係さ。どういう意味なんだ。ふん、そんなことも知らないなんて、お前本当に雑魚だな。まったく、ちゃんと予習しとけよ。じゃあな、ハバよ。あ、ちょっとよくわかりませんけど、なんだかマナーの悪い人でしたね。でもすごく強かったな。それとプレイヤーが一人しかいないってどういう意味なんだろう。まあ、このゲームは複数のプレイヤーでできるんですよ。むしろプレイヤーの足りない選手をコンピューターが補ってくれるっていう方が適切ですかね。うん、それは知ってる。プレイヤーのいない選手はコンピューターが操作してくれて。あ、そうか。コンピューターの操作が人間より上手に設定されてるわけないか。コンピューターが強いとなると人を集めてプレイする人がいなくなっちゃいますからね。いや、だとしてもうちのチームは弱すぎるような気がする。あ、まさか。デンノーズのデータはどうなってる。選手のデータがどうなってるんですか。やっぱり俺以外は全員最低の能力だ。選手の能力はアバターの能力が反映されるんだ。だからプレイヤーのついていない選手は素人以下ってわけだ。試合に勝つには一緒に戦ってくれるプレイヤーを探さないとダメなんだな。仲間集めをしましょうっていう意味ですね。要するに、ただもうちょっと、で、このパン工場のバイトをしましょう。で、かなりお金に余裕が出てきましたね。こんだけ余裕があれば割と楽。じゃあこのスポーツエリア、すごいな。ここに来ればあらゆるスポーツのゲームができるんだな。野球にサッカー、バスケにアメフト、ラグビーにゴルフ、ラクロス、ペタンク、ロックラグビー、あまり聞いたことない競技だな。ブドウの種飛ばしってスポーツか。カバディ、カバディ、カバディ、カバディのやつ。
あの日本ではマイナーでありながら妙に有名なあのスポーツまでゲーム化してるのか。これはやってみなくては。やりてー、気になる、すげー気になる。普通にカバディって一回やってみたいですよね、現実で。なのでまだ、はい、もしもし、警察ですか、ゆうきさんですか。怖ー、え、警察。先日届けていただいた財布の持ち主から連絡があったのでご連絡したのですが、よかった。なんだその話か。そしてそういうリアクション危ないよ。どうもありがとうございました。とっても助かりました。いや、当然のことをしたまでだよ。あの、これ少ないですけどお礼を。そんな気を使わなくていいのに。いえ、感謝の気持ちですから受け取ってください。わかった、それならいただくよ。もう可愛い、本当にありがとうございました。それでは失礼します。呼び止めよう。あ、もしよかったら少しお茶でもどうかな。すいません、これから面接があって。あー、マジか。そうなのか、それじゃあ仕方ないね。面接頑張ってね。はい、ありがとうございます、失礼します。可愛い子だったな。せっかくだから名前ぐらい聞いておけばよかった。それにしても面接か、俺も頑張ろう。お前働いてねえからな。お前も頑張って面接までこぎつけろ。じゃあファンタジーエリア。ここがファンタジーエリアか。剣と魔法の世界だな。よし、呪いのゲームについて聞き込みだ。甘かった。他のプレイヤーを探して歩き回ってたらモンスターやら山賊やらに襲われて大変だな。すぐやられてスタート地点に戻される。ここで聞き込みをするには装備品を整えて武器のスキルとか上げないと無理っぽいな。裏サクセスみたいな感じですねって言ったら宣伝してきたよ。秘密結社編もよろしく。ちなみにこっちで装備品やスキルは手に入りません。諦めましょう。それをやりたい人は裏サクセスでやってねっていうことですね。じゃあバイトパン工場、怪我率 14% がちょっと怖いな。で、信用度も上がる。バイトすると信用度上がるんでね、ここ助かりますよね。じゃあ次、バトルエリア。ここがバトルエリアか。コロ貴様、はい、何ぼーっと突っ立ってる。そんなことでは目立ちすぎて格好の的ではないか。あー、どうやら貴様はルーキーのようだな。武器どころか迷彩服すら持っておらんとは嘆かわしい。ここはどういった場所なんでしょうか。ここは兵士を体験できる仮想空間。戦場で銃を撃ち放題だ。今は戦争を楽しむ場所。戦争を楽しむ。パワーポケ2やってみろ。お前、戦争大変だぞ。うん、お前の気持ちはわかるぞ。不謹慎だと言いたいのだろう。あー、まあ、現実の戦争なんてろくなもんじゃないが、だからこそこういう仮想現実で発散する必要があると俺は思う。だいたい想像の場で犯罪行為がダメなら、源氏物語や金閣寺のような文学作品すら発禁処分だ。その例えはよくわからないけど、とにかくここは戦場なんだよね。で、何と戦ってるの？人間同士でチーム戦もできるし、コンピューターの操る敵兵士やロボットやエイリアンとも戦える。結構幅広いっすよね。楽しそう。だが戦争はいけないからな。そんなことわざわざ強調しなくても。いや、そう言っておかないといろいろと肩身が狭いのだ。実際このエイリアンの存続についていろんな団体からの反対もある。大変なんだな。ファンタジーエリアでゴブリンをぶった切るのは何も文句言われないのにな。まあそんなことはいい。ルーキー君もこの世界を楽しみたまえ。おーい。結構こうやってね、最初に優しくしてくれる人がいるとやろうと思いますよね。ここがカジノエリアか。あらゆるギャンブルゲームがプレイできるらしいが、そんなことしてる場合じゃないよな。よし、呪いのゲームについて聞き込み、ここで聞いてもしょうがねえだろう。明らかにギャンブルしてんだろう。もしもし、ゆうきさん、週休に来ましたよ。はい、どうぞ。そんな厳しそうな顔で言うなよ。ちゃんと金貯めとるわ。もうやだな。そういうこと言われるとお金貯める気なくなっちゃうんだけどな。まあでも自分の生活かかってますからね。ちゃんとバイトはしておきますか。じゃあバイト。オッケーオッケーオッケー。あ、刑事さん、うずきです。今日はあなたに面白いものをお持ちしました。面白いもの？はい。実はこのアパートの隣の住人が撮った写真に面白いものが写っていまして、これです。うちのアパートの写真だ。この部屋の窓が写ってるな。これが何か？最近のデジタルカメラは性能が向上して非常に細かいところまで映るんですよ。この写真のここの部分を拡大するとね、ほらこうなります。あ、おやおや、あなたと楓さんが争っているように見えますね。これは楓くんがモニターの中に吸い込まれかけたのを助けようと、その必死で、俺頭のおかしい人みたいだ。やばい。あ、呪いのゲーム？そう、それです。で、刑事さん、どうしてそれを？あなたが方々でそれについて尋ねてもらってるのを見ました。いや、もうめっちゃ見張られてる。私も個人的に調査してみました。誠に信じがたいことですが、呪いのゲームで消えた人間は存在しますね。信じてくれるんですか？まあそれが合理的な解釈でしょう。ここで信用度が足りないと信じてくれなくてパクられます。あなたが完全な異常者で自分で楓田さんを殺したという事実をすっかり忘れているのでなければね。ははは、怖いことはあっさり言う人だな。さて、あなたの調査結果を教えていただきましょうか。なるほど、津波ネットの中の野球ゲームね。ええ、俺は何とかしてその野球ゲームに挑戦してみようと思ってるんです。ああ、なるほど。ところでゆうきさん、津波ってどういう会社かご存知ですか？とんでもなく大きな会社ですよね。この不況の中でも、あそこにさえ就職できれば将来は保証されたようなものだって。
世界中のお金の半分以上を持ってるとか聞きましたよ。こんな話があります。津波は脱税をする必要がない。なぜならば全ての税金は津波のために使われているからだ。すげえな。問題はこれを言ったのが津波グループのトップ新庄会長だということです。そして周囲はこれをジョークと受け取らず単に事実として受け入れたそうです。すげえな。なんというかとんでもない会社ですね。もう世界じゃん。もはや世界の中心じゃん。さてもしも津波ネットにそんな呪われたゲームがあるとしたら慎重に動かなければなりませんよ。会社というものは悪い噂を嫌う。世界一の大企業がその気になれば私たちなど一瞬で社会的に抹殺されてしまいますよね。呪いのゲームのことばかり考えていてそこまでは考えていませんでした。十分に注意します。気をつけながら動かないと消されてしまいます。怖いですね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。なんとかね、序盤の後のマジゲームオーバーになりやすいのがここまでで信用度足りなかったり心が尽きちゃうことなので、ここを無事乗り越えられたので良かったでしょう。次回から本格的に仲間集めとかピンクについて始まります。よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価コメント等よろしくお願いします。じゃあね。